よくわかんねえ服の組み合わせだな、今。はい、という、ん？なんか、監視砦になんか増えてんな、人が。リトの村クリアする前、こんなやついなかったもんな。あれ？これさ、ブレスオブザワイルドに出てきたこいつ、ユンボーじゃねえ？こいつ。ゴロン族の。あ、でもユンボーこんなだったっけ？まあいいや、とりあえずこいつちょっとね、ちょっと監視取りでね、やっぱりね、なんかいろいろ発生してた、こう、あいつもいるし、多分ね、リトの村編が終わったから多分いろいろ会話とかが変わってくるとは思うんだけど、ただね、ヘブラ地方のさ、地上でこの辺祠少なすぎねえかっていうところに気づいてしまったので、私。ちょっとこの辺をですね、お散歩していきたいと思いますので、よろしくお願いしますね。多分大幅カットしますので、はい、よろしくです。あがりこ村にやってきたぞ、リンク。お前が、放火魔にやって、めちゃくちゃ燃やしたはずの店に来たんだけど、なんでこの通り、無事なんだ、この家は。つうことで、これズボンだけ買ってなかったんでさ、ちょっとこれ買ってくるわ、まず。よし、1228ルピーになったから、このズボンが買えるぞ、リンク。でもこれを一式揃えたところで別になんか素晴らしい格好にはなんない気がすんだよな。よし、とりあえずこのタイツは揃ったな。別に絶対かっこよくはねえんだよな。思ったより面白かったな。これちょっと見飽きてきたから。あ、でも着るとなんか微妙だな、この緑のラインが光ってる。微妙になっちゃったな、この格好。あ、さらに武器がさ、夜光石の武器つけてる。夜光石じゃねえんか。なんかこの武器もなんかいい感じに。いい色合いになったら、リンクのこの格好が。あー、ということで、まあ、とりあえずお散歩してきますね。ヘブラ地方。はい、行ってきます。なんか、ここら辺に、祠ねんかなあ、あるじゃんやっぱあった、このこっちの祠ら辺だ。ちょっと行ってきます。あそこにあるよね。ここに。ここにあるんで、ここの祠にちょっと行ってきます。さあ、祠に来たけど、これ何の祠ですかね、ここ。タウヨシプニの祠だって、じゃ、ちょっくら行ってきます。さて、こちらは何の祠か。あともう服装は買わせつ、かさ、変えさせてもらいましたよね。よね、つって。進むか戻るか。立ち止まるっていう選択肢はできないらしいよ、リンク。進むか戻るからしいよ。立ち止まってじゃ、ダメらしいよ、リンク。進むか戻るかしないと。これは戻れ子か？戻れっ子か？戻れっ子か？戻れっ子なのか違う気がすんな。あ、戻れっ子でいけんじゃん。あ、戻れっ子だった。これ上から降ってこない、この間に。あ、戻れっ子で合ってんだ、これ。え、向こうに宝箱あった？まあいいや。解除。で、これもなんか戻れっ子な気がすんな。これないこれ。あ、上に宝、あ、そう、宝絶対そうじゃん、これ。戻れっ子してくださいって言ってるようなもんじゃん。はい、ありがとうございます。ここはなんか戻れ子をたくさん使ってくださいってことですよね。あ、ゴーレム、あ、15、トゲボコの17の方が強えんだよな。高温で燃えないだけで弓時代の強度も上がり、より強い矢を撃てるようになった。トゲボコでいっか。ちょっと弓ポーチもどうにかしてんだけど、あ、でも取んないと多分なんか取った方がいいか。まあ、一応なんか、いや、トゲボコいらない。いらない。とりあえず取っとこう。はい。で、続きまして、これなんだ？これもまた面白そうですね。これなんか踏むとどうなんの？これ。あ、踏むと閉まると。あ、これで、あそこに穴用に入れるんだけど、これは閉じるだけか。これさ、回転できんの？これって。あ、できないね。できないから、向こうに入れるには、でもやっぱ戻れ子なんだよな。そしてこれを使うんだよな、絶対な。あ、わかったわかった。ウルトラハンドで、はい、ウルトラハンドで、はい、ちょっと待って、やってみて。て、今ここでよし。
よし、よし。で、これで、こうやって、で、ここで戻れこすんじゃない？このタイミングで。はい。そうすると、あの弾を押してくれて、そう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 。あの弾、え？あ、そうか。そう、あの弾を押してくれて、あれが行くと。いうことですね。はい、思った通り。まあ、ここすぐ思いつくな。自分の頭の中でこうすればいいっていう感じが。で、続きまして、ここは。やっぱ面白いよな、ほこらな。これはなんだ？あー！東京フレンドパークだ、これ。でもスイッチ的なものはどこにあるんだ、これ。あ、スイッチはねえか、単純に戻れ越しろってことか、これ。あ、でも戻れ越したら単純にボールが戻っちゃうから、これどうすんだろうな。なんかこの辺道具ない？なんか落ちてる？なんか落ちてない？何も落ちてない。え、これこういう卑怯な手できんの？もしかしてこれ。これ上から落ちてくるときにウルトラハンドでキャッチできたりするのこれ。あ、できねえや。さすがにそんなインチキはできねえか。え？なんだよ、適当にやってたらなんかなったな。そういうことね。ここのなんかちょうど間のところで戻れ子を解除すれば、そのままこれは落ちるっていう話ね。はぁ。で、これ何ですか？あ、これあそこに入れろってこと？え、よくわかんねえな。あそこに入れるんだから、とりあえずこの上にこれを入れて、ちょ、待って。じゃあこれもう同様じゃん。ここにやってさ、あのなんかとりあえずなんか向こう側に過ぎた後にさ、戻れ子やってさ、ちょうど戻れ子でさ、あそこの弾のなんか上に来た時に戻れ子で解除するんでしょ、これ。はい、わかりました。楽勝です。楽勝です。あれなので、この辺で戻れ子でこれやって、で、これで解除するんで、はい。で、終わり。こんだけか。楽だ。楽勝！よくできました。おめでとう！以上、このほこらは。でも面白いな。簡単だけど、楽しいわ。てんてれれれーん !2 個だ。祝福の光はそなたの力となるであろう。バイバーイ。さてと、ここのほこらあったけど、まだ上の方に絶対あるんだろ、ほこら。じゃあまだ見つけてきますね。あ宝箱じゃねえか。これどこってか。あ、ここまで来たな。じゃあこの宝箱をゲッチュしときましょうか。いいやつかな。でもなんか宝箱の色的にいいやつだよね、これな。ロケット、まあ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 。ありがたいありがたいありがたい。たけー、これ向こうはいけんのか、これ。あ、いけるな、多分な。いけんのか、本当に。あ、これ人じゃねえ、ここ。なんかもう人の、3箇所の人の中心に行けって言ってたやつの、これそのうちの1個のやつだ、これ。絶火網の人。あ？今、ハテナって出なかったか？気のせいか。あ、魚がいんのか。ポカポカマス。はははは。あったかい温泉だからね。はいはい。あ、宝箱だ。はやぶさの弓、もう弓がいっぱいあって、もう手に入れられねえよ、もう。敵かよ、お前。凍ってんじゃねえよ、お前。そのまま凍ってろよ、お前。おい。畜生。そのまま凍ってなさいっつうの。なんだこれ ?15 のなんかリザルホスの角を手に入れたな。強そうな。下流の頭か。まあいいもん手に入んだな。やっぱな。なんだこれ、いかに前、うわー、お前らかよ。ふざけんな。さあよ、おなら。
かわいそうに。かわいそうに。爆弾でやられてかわいそうに。お前か。はい。すげえ、マジで端まで来たな、ヘブラ地方の。でも何にもねえや、この辺。祠があってもいいもんだと思うんだけどな。あ？絶対怪しいぞ、これ。絶対怪しいぞ、ここ。この先には祠があるんじゃねえか？まだ氷が、発見！氷結の、なんか洞窟があった。え、祠じゃねえ？祠だと勝手に思ってんだけど、違うかな？祠じゃねえんかな？この先にはまだなんかいろいろ、あ、でも下割れんな。ここは別に溶けねえんか、ここはな。じゃ、とりあえず下割って、ほい。あ、でも敵がいる、なんかこのハテナがあるってことは。ほらな、なんでお前らいいの？お前らは別にいいんだよ。待って、煙玉。煙だけ。おい！待って、割れ、なんかねえかな。もう武器が壊れそうになるんだよ、多分な、15。まあ、いいか、15の武器はまあ別に壊れてもいいか。ちょっと混乱花欲しいな。なんか勝手に混乱。二人でやり合えばいいのに。もう最悪、妖精使っちった妖精使っちったじゃねえか、クソ。ああ、せっかく妖精2個あったのが1個なくなっちった。あ、なにこれ、ハテナ。騎士の弓強えのが来たやったー、なんかこのゴーレムの、ゴーレムじゃねえ、竜骨ボコよりもさらに強い弓が手に入ったぞ。まあ、大足には勝てねえけど、まあ、竜骨ボコ弓。まあ、騎士の指。いいね。強い、ここ来てよかった。強い武器ができた。じゃ、丈夫な長。武器ポーチいっぱいか。何があんだ、武器ポーチ。騎士の剣よりこっちは強いんじゃね？どっちも強い。あ、微妙。丈夫な、まあでも丈夫なんか、丈夫だから、まあこっち持っとくか。で、あとこの辺何があんだ？とりあえず解体して。え、こんだけ？マジか。祠はないのか、別に。いや、違う。なんかこの氷が怪しいな、さらに。あ、なんかこの奥になんか緑色に今光った。なんか、祠だ、絶対。これでいけるだろ。オーケー！祠！やったぜ、やっぱ思った通りだ。お高かの祠だって。じゃあ、ちょっくらい行ってきまーす。あれ？リングいつの間に裸になったの？お前。あ、裸にさせられたのか。ここは古のじゃあ封じ、除火摂氏も祠。だから、とりあえずなんかやっつけとろと。これより先、道具を持っての侵入を禁ずる。一心の戦い、計略。武器はどこにあるの？この武器を使って戦えと。なるほどね。10本の弓と丈夫の角を持って戦いなさいよと。敵がいるから、お前ら勝手にやれと。なんかこれ怪しいよな。この炎を使って、なんかこれ。炎を使って、あ、これちょうど炎とこれをなんかやって炎の矢にして向こうに、あれ？違う。あ、なんか燃やすんか。敵をおびき寄せて、ここに敵を来させて、で、この方、これを撃って、火を落として、ここに燃えさせて、やりなさいと。いうことでね、多分。あ、こっち来いよ！こっち来いよ！ここに来いよ！ここにおびき寄せたいね。そしてこれを落としたい。おい！全然タイミングが悪かった。チクショ、タイミングが悪すぎだな。でも、ここにもあんだよな。ここにもおびき寄せられるんかな。あ、そこ、あ、待って、あいつおびき寄せて、あいつこっちから来ねえかな。ちょ、待って。とりあえず、まずこいつやっつけるか。おい！ドナニウムの滝いらねえんだけど、別に。おい！さ、あのゴーレム来い。あれ、あのゴーレム、あれ、あのゴーレム、なんであのゴーレムこっち来ねえの？あのゴーレムこっち来いよ！火の渦にしてやるよ！あ、勝手に死んでる。
ちょ、見えない見えない見えない。あれ、勝手に。やっぱこういう戦いをしろっていうことだな。あ、あいつもそうだな。あいつもおびき寄せて、ちょ、こっちできる？あいつもおびき寄せて、ここに炎の上のこれを、なんか、おびきを、こっち来て、こっち来て、こっち来なさい、こっち来なさい、そう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 。で、これを落として、よえ、あー、タイミングが合わなかった。畜生畜生、お前タイミングよく炎に当たれよ、バカタレ。おい、もう普通に倒すしかねえな、これな。はい、さて、向こうはどう？あ、向こうも同じか。でもこれ爆弾のこれなんだよな。あ、こっち来い、こっち来い、おい、燃えろ、オッケー。いいんです、これでいいんです。あ、でもまあ微妙か、全部全か。あ、でももう一匹いんじゃん、向こうに。ちょっと。あと弓でいっか。怖いから、こいつら。で、ひるんだところを、はい。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 あ、あと一匹いるか。どこだ？もうあと弓でいいだろ。弓で終わらせよう。弓が余ってるから。あれ、どこにいんだ？あ、あいつか。もうこれはもう、こいつは弓でいいやもん。終わり。道具の金を解こう。はい、開いた。あ、これ真ん中のこれも使えたのか。あ、これ真ん中におびき寄せて、多分これ割るんだよな。これを多分割ると上からなんか降りてくるから、多分それで倒せたんだよな、これな。これでこういう感じでな。あーはははは、なるほど。いろいろ頭使って戦えるってことね。あ、つえー、弓がどんどん手に入っていくけど、なんかもう、弓ポーチが欲しくなるな。もう、ボックリンどこにいるんだろうな。あいつ見つけてえな、また。あいつを探すたびに出てきてえな、もう。はい、ありがとうございました。てんてらららーん！ 3 つだ。あともう1個ぐらいあるんだろう、ヘブラ地方。右側に多分マップの。そうだね。こことここ、あと2個ぐらいあっても、ここら辺にもなんか1個あっても良さそうだね。あとここら辺とここら辺にあっても良さそうだけど、多分あと2個ぐらいあるような気がするんだけど、ちょっともうまだ見つけるわ。プレイ時間がちょっともう1時間ぐらいになってんだけど。すげえ、このめちゃくちゃ端のところにさ、ヘブラ地方、なんかこれがあるんだけどな。コログの実が。これどこ、え？あ。あ、そういうこと？あそこに行けと。これ行ったろ？行かねえ！あ、行ったギリギリ。よし、オッケー！弓ポーチを増やしてえな、今もう。なんだお前。ここにもいたな。まあ、ちょこちょこいるんだろうな、さすがにな。ヘブラ地方にもな。こういうのがな。全然どこだかわかんねえ。ほら、この辺か。このままなんかまっすぐなような気がするけど。なんかいる。なんかおねんねしてるな。ごめんな。おねんね中申し訳ないんだけど。目ん玉を。目ん玉を打ち抜かしてもらう。倒れちゃった。かわいそうだ。あれ、今いくつの武器つけてる？ 6！ よ、6は弱いです。さすがに。あれ？はい。もう余裕だな、もう。あれ、なんかガードされてんな。
おい。おい、はい。はい、はい、はい、はい。もう3分の2減っちゃったけど。バイバイ。メンタマ打ちすぎだ。メンタマ。あ、やっぱりすごい、チューリが強すぎる。あー、目を押さえてる。もう怖いって。目を押さえないで。危ない危ねえ。攻撃される前にメンタマ打ってちょうどいいね。素晴らしい。あ、これで終わりだね。はい、大、バイバイ。ヒノックス、バイバイ。余裕だ。やっぱグリオークがやっぱ強すぎるんだよな。これ他のこのちょいボスは別に余裕だわ。あ、でもこれ19個。青ヒノックスの角。ヒノックスの肝。あとこの辺はあるか。あ、焼き鯉とかあるのね。はいはい。焼きますね。はいはい。ヒノックスの爪。で、木の枝いらない。焼きバス。ヒノックスの爪、爪。これ何これ？兵士の弓って強いんだっけ？でも絶対こっちの方が強いだろ。今持ってる方が。まあ、いらない。兵士の弓はいらない。こんなもんか。ここは。またんな、コログの実が。ほい。さよなら。すげえ、なんか肉がいっぱいいる、この辺も。もうだいぶ取ってきたからいいや、もうとりあえずは。ああ、ほこらみっけあ、なんか今、でけえクマいなかった、お前。お前なんか落としてくれる？いい肉を落としてくれるかな、お前。あ、こいつ強えな。全然死なない。これ全然死なない。あー、妖精おめえかよ、おめえかよ。今、クマあいつをやろうと思ってたら、畜生あいつがもうムカつく。人がせっかくこのクマ、おめえ後でや、あ消えちゃった。何発か入れたのに、てめえのせいだからな、お前。おめえのせいだから、ちくしょ、妖精もなくなっちゃったしよ。これで妖精ゼロ個じゃねえかよ、お前。ふざけんなよ、この野郎。くさビッグブーメン、ちくしょ、ちくしょ、せっかくあいつから取れる肉はさぞかしいいもんだと思ってたのに、ちくしょ。まあ、とりあえず、ここら行くか。畜生。なんか、でかい熊のな、熊から取れる肉とかっていうのは、多分、極上獣肉とかなんだろうな。なんか、何が手に入るんだったか、ちょっと気になってぜ。ちょっと行ってくるか、この祠もな、じゃあ。また裸にさせられちった、リンク。なんだ、このゲームは。なんかもう、リンクは裸にさせたいんだな、もう。これより先どう思ってるの、侵入禁ずる。またなんか頭使って戦いっつんだろうな、どうせな。潜入。で、ここにはちょっとまあ、とりあえず一通り見て。なんか頭使って戦いそうじゃない気がするけど、単純にもう普通にこのままぶん殴れって言ってるような気がするな。弓もねえしな。なんかある？面白そうなの。なんかこれ頭使って戦うのか、これ普通に戦うのか、これどっちだこれ。なんか普通に戦うっぽいな、これな。頭使うんじゃなくて。じゃあとりあえず普通に戦うか。はい。あ、弱え。これでこれ一発で、これでこいつは。なんか投げられたんだけど、あいつから、あいつに。とりあえず、あ、こう、あ、弓じゃねえか、こいつ長い棒か。はい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 と。じゃあ、ここ普通に。ああこれ、間ちょうど通れねえの。スクラビルドでどかすんかな、これ。ウルトラハンドか。ウルトラハンドで。あ、でもこれ、ウルトラハンド、あ、これスクラビルドできる？あ、できるできるできる。じゃあ、とりあえずこれを、ビルドして、ビルドすると、まあ、強くなりますよ、ということですね。はい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 。あ、なんか、下流のパッドの手に入った。じゃあ、こっちも一応なんかつけとくか。スクラビルドしとくか。待って、武器。ほいっと。あ、ほいで弓も手に入りましたよと。あ、ここにもなんかビルドができる、これ。
壊れた壊れた。これなんだ、これ何、敵じゃないよなこれ。え、これ敵、敵じゃねえな。あ、止まった。あ、こういうのあるからいろいろ使っていいよってことで。はあ、まあいいや。もうとりあえずもうひたすらビルドすりゃいいんじゃんこれ。あ、そういうことね。ひたすらビルドしていきなさいよと。なんかそれ使ってなんか戦って攻略していきなさいよと。そういうことですかね。はいはいはい。はい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 。なんだよなんでどっから攻撃してきたんだよたくもで、あとあいつか、なんかだいぶもうなんか人が減ってんだけど、まだ、あ、もうこいつ弓でいいんじゃない、もうめんどくせえから。あ、でも全然弱えな、弓。弓全然弱えっすね。はい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 。さっきはよくもやってくれたのお前だろ、さっきやったの。おい、終わり、しろ道具の金男。はい解いてください。あ、開いた。じゃあゴールですね。あ、宝箱だ。これ何？あ、サファイアだ。これはありがたいな。よし、クリア！てんてれれれーん！あ、4つ集まった。これでまた頑張りゲージ増やせるぞ。なんか、あとやっぱこの辺にも1個ありそうだよね。位置的にね。なんか、ここら辺にないとなんかワープができないもんだって、ここに。うん。大体さ、前回のさ、スレミーの小屋がここにあるんだから、絶対この近くに祠があるんだよな。じゃないとすぐ来れねえもん、ここのところに。絶対あるよな、この近くにな。なんか光ってね、ここ。この近くにあんのかな？なんか怪しそうだな、この下。ヘブラザン北西の洞窟。でもねえか。何あの光ってんの？え？え？これ光ってんの？何これ真ん中の。え、食らった！あ、違う！ここは耐えられないんだ！あれ光ってんのなんだろうな。なんかみんなグースかグースか寝てんな。こっそり近づいて、こいつの頭を、かわいそう。寝て、混乱して、煙だけで、はい。さよなら。かわいそう。でも回収できねえんだよな、あそこ落ちちゃったやつは。あー、これってなんかどうにかして、これどうにかしてできねえんかな。これ火炎の実とか投げてもあったかくなったりしないよな。そうだよな。あ、翼がある。あれってウルトラハンドで取れるのかな。なんか翼とかをこの上に浮かしてさ、なんか気になるんだよなやっぱ。翼をここに浮かせま、あ、沈んじゃうか。浮かせらんねえか。
頭を使えば絶対取れるはずだ、あれは。翼が3個あったってことは、翼を3個つけるんじゃねえか。違うか。近づいてるぞ。おー、取れた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 。これ、ね、なんだこれ、これはなんだ。取れたけど、なんだこれ、これはなんだ、このめちゃくちゃ光ってんのは。は？光が示す先に水晶を捧げよう。何時に邪を払う光与えん。はい？あ、なんかこれ、光さしてる。なんかチャレンジ始まったな。あれ、これ？これに光を捧げようって、ここに置きゃいいの、これを。あ、終わったじゃん。これだけ？水晶探せにも何時にじゃあハロー光やったんや。あ、これで祠ね、祠が出てくるわけね。はいはいはい。あ、面白いな、これ。これ面白かった、これ。すげえ、祠が出てきた。はあ、ありがとうございまーす。おー、ダイヤモンドありがてー。マジでダイヤモンドありがてー。これ多分運なんだろうけどな、このダイヤモンドは。つうことで、じゃあこの方から行ってきまーす。やべえな、もう2時間ぐらいやってんな。あ、これもうあれか、ご褒美か。ご褒美ほこらだ、これ。やったー、よし、ラウルの祝福だ。じゃあとりあえずこれで今日終わりにするかね。まあ、ちょうどってかもう時間が偉いこと2時間ぐらいやってんだけどさ、今日。大量カットしないと今日。イニシエのジャオ封じし、霊魂セシブン、ちゃんちゃらちゃんちゃら、終わりです。タンタララーン！なんかまだありそうだけど、まあ、とりあえず一回ヘブラ地方はこれでね。まあ、多分、これで全部じゃない気はするんだけど、まあ、一旦これヘブラ地方は切り上げて、戻りたいと思います。監視取り出に。はい、終わり！うん、なんかやっぱこの辺とかもなんかありそうな気がするけど、この辺とかね、距離的に。ワープが、なんかここ行きたいってなったらちょっとワープができないんで、なんかこの辺にももう一個ありそうだけど、まあ、とりあえず一旦ね、これ切り上げたいと思います。さて、戻ってきまして、で、まあ、こいつはちょっと後で次回に話しかけるから。とりあえず、5つ集まったんで、頑張りゲージください、女神。あれ、女神どこ行った？あ、女神。女神！試練を乗り越え、なんちゃらかんちゃら頑張りを増やします。はい。一切ハートを増やさねえな。ああ、喜んでる、リンク。トゥーン！トゥイン！いいね。頑張りゲージがどん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 増えていくな。お湯来なさい。つうことでね、これで終わりたいと思い、なんかこいつらいたっけ？あ、なんか開いてる！監視取り出のなんか、なんか奥開いてる。ちょっとこれもう次回だ。つうことで今回もう2時間ぐらい経っちゃってるんで、一旦これで切ろうと思います。次回は、まあ、この監視取り出でいっぱい色じゃねえ、人がなんか増えてたり、なんか今回のもね、ここもなんか開いてたりするんで、ちょっとね、あの監視取り出を遊んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はね、以上になります。ここまでご視聴していただき、ありがとうございました！今日の編集大変だ。バイバーイ。